やっぱこう共有する動画とかね、写真っていうと、また撮り方我々はなんか、あの、なんだ、自分だけだったらいいけど、例えばお友達とかもね、みんな事務所にも入っていたりとか,かなんか簡単にはね、やっぱ許可取んないと、もあるしね、最近でもツイッターとかね、そうする方で、写真撮り、なんか打ち上げありましたよみたいな写真あげたりとかはあるけど、全部が全部上げられるわけじゃないじゃ,いじゃい、うん。確かに。苦想もしい写真とかあるじゃん、我々が飲んでて。いやいや、もう本当に。<laughs> もう、僕、アホみたいなやつとか <laughs>。 なんか目を離した隙に自分の自撮り写真をバーッてこう,ああそうよく人が携帯を置いたままトイレしたら最近あのカメラ立ち上がるじゃないですかそうカメラだけはねあ,あれでインカイメラでしてみんなで変顔を入れまくるってやります <laughs> あんなのアップされたらみんなもうやべえです <laughs> 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 本当迷惑なねアーティスト活動してるやつらのくせに何やってんだお前だと思いますかね <laughs> ありますけれどもね、うん、そういうことは全然あるだからそういうのをまあみんなで共有するっていうのがこのアプリだと思うからねも、うん、もしそういういのも まあ我々はこの番組の動画とかもあるから、そういうのでもいろいろ協力してきたし参加していきたいと思うのでね、皆さんもどん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 遊んでくださいね。